井ノ原さんってもう大社長じゃないですか。週末家族でファミレスに行ってドリンクバー頼むのが、ご褒美だとおっしゃってたんで、どのロレックス買うか悩んでた、うん、リリーさんもロレックス。はい、5番にブラボー、4番ブラボー、3番にブラボー。森山さんいかがですか。何がですか。気になったゲストのご褒美。ご褒美ですか。何の話やったか。いろいろ派生したからね。津田さんの話かなと思って。違います違います。あ、井ノ原さんの。はい。井ノ原さんってもう大社長じゃないですか。ジャニーズ事務所のスーパー社長のそんな方が、週末家族でファミレスに行ってドリンクバー頼むのが、ご褒美だとおっしゃってたんで、それちょっと衝撃でしたね。はい。その僕もそういう風な感性をちゃんと保っとこうと思いました。そうそう大事ですね、はい、ずっと今、ね、どのロレックス買うか悩んでて、うん、ほんま心を入れないよ、はいね、心を洗いましょう。心を洗いなさい。すいません、はい、リリーさんもロレックス。はい、リリーロレックスの話しとったな、はい、こんなあったかい番組で。いやロレックスじゃないですけど、いろんな時計を、ね、最近チェックしてるという話をしまして、はい、